やあ皆さん、こんにちは。消防イベント PR の時間がやってきましたよ。今回は皆さんにとって耳寄りな秋の火災予防運動のイベントについて紹介していくから、見逃さないようにチェックしてくださいね。うー、楽しみだよトモ。ところで秋の火災予防運動ってなんだい？おいおいユウ、そんなことも知らないで消防士をやっているのかい？火災予防運動っていうのは年に2回、春と秋に全国で行われていて、火災が発生しやすい時期にみんなで火災を予防しようっていうものなんだ。なるほど。でも火災を予防するためにどんなことをやるんだい？やあ、ユウ。そんな難しい顔して一体どうしたんだい？防火に関する素敵な絵を鑑賞したいんだけど、どこかでやっていないかな？それなら素敵な作品がたくさん展示される防火ポスター展があるよ。防火ポスター展？なんだいそれは。防火ポスター展は小学校4、5年生から募集した防火ポスターを審査し、入賞作品を展示するっていうもんなんだ。小学生のみんなの魂のこもった作品がたくさん展示されているから、僕たちもエネルギーをもらえるはずだよ。ブラボー。小牧には素晴らしいガキがたくさんいるんだね。その通りだ。わーわーわー。やあユウ、そんなに興奮してどうしたんだい？楽しめるイベントがないから一人で遊んでるんだよ。一人で楽しんでるところ申し訳ないけど、そんなイベントがないなんて僕は言ったかい？そんなイベントがあるのかい？あるとも。そのイベントは生き生き小牧2022消防フェア、11月19日土曜日、にぎわい広場と中央図書館で開催されるんだ。また消防フェアでは救急体験、消火器体験、煙体験もできるぞ。それはとても楽しそうだね。でもそんな貴重な体験ができるんだったら入場料は高そうだね。それがなんと入場料はただ。それどころか体験をするとプレゼントまでもらえるぞ。この消防グッズがもらえて防火についても学べるなんて絶対行くよ。さらに今回の消防フェアではなんと住宅用火災警報器、消火器、防炎毛布を抽選で無料で配布するという目玉企画まで準備してあるんだ。ただし対象は小牧市在住の65歳以上の方のみ。この企画は今回だけだから、火災警報器を設置していない方や設置して10年経過している人はぜひ来てほしいね。でも火災警報器をもらっても自分で取り付けられない人はどうすればいいんだい？自宅まで配達に伺うから、その場で消防士が代わりに取り付けてくれるよ。それは安心だね。そんないいイベントがあるなんて知らなかったよ。ありがとうトモ。いいってことさ。秋の火災予防運動では小牧でどんなイベントがあるか分かったかい？ああ、とても楽しそうなイベントがあるってことがよく分かったよ。皆さんもぜひお越しくださいね。また火事はいつ起きるか分からないので、この火災予防運動をきっかけに皆さんも火事に気をつけましょう。お問い合わせは056876-0223、056876-0223、消防本部予防課まで。お気軽にお電話ください。